バーネット・ニューマンはアメリカの美術家。抽象表現主義とカラーフィールド・ペインティングの代表的存在。ニューマンはロシア系ユダヤ移民の子としてニューヨークに生まれた。ニューヨーク私立大学で哲学を学んだ後、父親の副職業を手伝った。1930年代から絵を描き始めた。その頃の作品は表現主義風だったというが、 後に彼はそれらをすべて処分した。1940年代には最初はシュルレアリスムを試しながらやがて独自のスタイルを築き上げた。その画面はニューマンがジップジップと呼ぶ細い縦線で巨大な式面が区切られるのが特徴である。ジップを用い始めた頃の作品では式面はまだらになっていたがやがて式面は単色で平坦なものになった。 ニューマン自身は1948年以降のワンメントワンメントシリーズによって自己のスタイルが確立されたと考えていた。生涯を通じてジップは彼の作品の主役であった。1950年代の作品にはワイルド・ザ・ワイルドのようにジップそれ自体が作品となったものもある。ニューマンはまたジップの三次元版とでも言うべき彫刻もいくつか制作している。 ニューマンの絵画は純粋に抽象的に見える上、当初は無題とされた作品も多かった。彼は後にそれらの作品に題名を与えたが、それらが示唆するものはしばしばユダヤ的な主題であった。例えば1950年代に制作されたアダムとイブがそうである。ウリエルもそうだし、またアブラハムというとても暗い絵画は聖書の登場人物でありまた、 ニューマンの父の名でもある題名を与えられている。十字架の道行きザ・ステーションズ・オブ・ザ・クロスシリーズはモノトーンの連作絵画である。この連作はニューマンが心臓発作から回復してすぐに制作されたもので、一般にはニューマンの画業の頂点を示すものとして認識されている。この連作はレマ・サバクタニという副題が付けられている。 十字架上のキリストが叫んだ言葉である。ニューマンはこの言葉が彼の時代にとって普遍的な重要性を備えていると感じていた。ニューマンの晩年の作品は誰が赤、黄、青を恐れるのかフーズアフレードオブレッド、イエローブルーシリーズに見られるように純粋で鮮やかで色を巨大なカンバスの上に用いるものが多く見られる。アンナの光は幅7.1メートル。 高さ2.3メートルあり、彼の作品中最も大きい。題名は1965年に没した彼の母の名に由来している。晩年はシャルトルシャルトルをはじめシェイプとカンバスや滑らかなてっぺんを用いた彫刻にも取り組んだ。初期の油彩と異なり、晩年の作品にはアクリル絵の具が用いられた。ブロークンオベリスク彫刻作品では、 ピラミッドの頂点にオベリスクを逆さに立てたブロークンオベリスクがよく知られている。リトグラフの作品には連作18カントスなどがあり、また数は少ないがエッチングの作品もある。ニューマンは1950年代のニューヨークでの活動において他の美術家とともにヨーロッパ絵画の様式によらない独自の抽象表現を築き上げたことで、 一般的には抽象表現主義の美術家として認識されている。しかし、クリフォードスティルやマークロスコラ他の抽象表現主義の美術家が用いたような表現主義的な筆触を拒絶し、はっきりした輪郭と平坦な式面を用いたことからすると、ニューマンの作品は、ポストペインタリーアブストラクションやミニマリズムの講師と見ることができる。 ジャクソン・ポロックのように話題性に満ちた人物と比べるとニューマンの生前の評価は低かった。クレメント・グリーンバーグはニューマンを熱烈に支持したが晩年になるまで彼の作品が真剣に取り上げられることは少なかった。しかし彼はより若い世代の画家に対しては大きな影響を与えてきた。ニューマンは1970年心臓発作のためニューヨークで没した。 十字架の道行き、アンナの光、ありがとうございます。